こんにちは、かおるんです。今日はね、イヤホンの動画やっていくんですけれども、なんとね、今日はアビオットからですね、透けててコスパが良くて、しかも全部盛り、めちゃめちゃ面白いイヤホンあったので紹介をしていきます。それがこちらです。ドン TEG01GS でございます。イエイ。ということで、まずは基本スペック見ていきましょう。まず値段は5610円ということで、価格がねめちゃめちゃ安い、こんなに安いイヤホンあっていいのかと思いました。そしてね、デザインはこのようにスケルトンデザインになっておりまして、色は5種類あります。キャンディーホワイト、コーラブラック、チェリーレッド、ブラッドオレンジ、ラムネブルーの5種類となっています。重さはですね、片耳が 4.6g とめちゃめちゃ軽量になっておりまして、対応コーデックは SBC AAC、 そしてねアプト X にも対応しています。外音取り込み機能を搭載、さらにね、通話時は高品位のMEMSマイクを搭載しておりまして、快適なね会話が実現できます。さらに連続再生時間が本体が10時間、ケース込みで50時間となっております。防水機能もねしっかりしていて IPX7 相当ということでね、シャワーを使っても大丈夫なそうです。なのでこちらはね、後で検証するために皆さんと一緒にやっていきたいと思います。そして充電ケーブルもタイプ C が採用されているということでね、しっかりしていますね。あとは動画視聴とかゲームプレイを快適に行ってもらうためにね、あらかじめねイヤホンの中に低遅延というもののねモードが入っているみたいです。そして最後、なんとねこのね5000円という価格でアプリにも対応しておりまして、 EQ 調整だったりとか、イヤホンをなくした時の探知機、こちらをね搭載しているみたいです。こちらね、後でね EQ 調整をしていってね、どのくらい変わるのかっていうのをね皆さんと見ていきたいと思います。はい、そしたらねズームで一緒に見ていきましょう。まずねケース周りですね、こちら、アビオットと上の方に書いておりまして、こちらにもねアビオットのトレードマーク書いております。そしてねイヤホンがね、ケースが透明なのでね、かなりね、見えますね。これね、ちょっとかっこ悪いかな。まあ、逆にメカっぽくてね、かっこいいっていう人もいるかもしれないけどね、僕はちょっと気になりますね。本体はですね、赤がしっかりとね、出ていましてね、透明感っていうのはね、そんな感じられないです。まあ、本体が、透明じゃなければですね、つけていてね、変ではないのでね、そんなに悪くはないと思います。ただね、5000円っていうものもあってね、だいぶね質感的にはね、プラスチック感もすごいですし、安さはね否めないかなと思います。あの安さの中でうまくねデザインをつけてくれたのかなという印象でございます。でね、ちょっと残念だったポイントがね、ケースのね出し入れがしにくいですね。このね出す時にねかなり力がいるんですけれども、このイヤホン本体のね周りがね滑りやすいのでね、ちょっと出しにくいんですよ。結構ねグッと持ってもね、こう失敗してしまうことがあります。で、磁石がね強いんでね、それもね出す時にねやりにくさを感じます。はい、あとはね付属品の紹介ですね。充電ケーブルのタイプ C と、あとイヤーピース SML、 これがね一つずつついています。 M サイズはね今イヤホンの本体についています。あとはね製品保証のね説明の紙と、あとね説明書、そしてパッケージとなっています。説明書なんですけど、一個一個ね絵で書かれているので、初心者のね方にとってもねかなり見やすいかと思います。はい、つけるとこんな感じになります。ファッションにね向いたねイヤホンとなっています。あとはね重さ自体もねとっても軽いので、つけていてねだんだん疲れてくるっていうことは少ないです。ただね、ここのね充電端子部分がねちょっと僕の耳に当たるんですね。なのでね、ここはね人によってね試した方がいいかも、気になるところかもしれません。あとはね、こうやってね操作した時のねこのね押しボタン、これがね結構痛いっす。あのがっつりね押さなくちゃいけないっていう面からすると、ゴタッチみたいなのはね少ないんですけれども、逆に押すってなった時にねかなり強く押し込まないといけないので、ここはねちょっとね気になるところかもしれません。そして一番大事なね音楽を聞いてみました。音楽ね、音質、このね5000円という価格からするとね、そんなに悪くないんですよ。全体的にねフラットに出ていますし、ここら辺がねちょっと出にくいとかね、ストレスに感じるということはねありませんでした。ただね、ちょっとねインパクトに欠けますよね。あのね、私はねオーディオに結構ね詳しくて、いろいろ聞いてきましたっていう方にとってはね結構物足りないと思います。ただね、ちょっと待った、なんと付属のねアプリを使ってね EQ 調整するとめちゃめちゃ変わりました。アプリはね無料でダウンロードできるんですけれども、どういうことができるかっていうと、 EQ 調整と、あと最初に説明したイヤホンをなくした時の探知機能、あとはねボタン操作のね配置を切り替えることができます。
でね、今回特に注目したのが EQ 調整。EQ 調整ね、あらかじめデフォルトでですね、6個ぐらい用意されていまして、いろいろね、モードが切り替わるんですけれどもね、僕が一番良かったのはね、ワームですね。でね、ワームがね、結構ね、あったかみのある音なんですよ。あのね、深すぎるっていうところもあるんですけれどもね、ボーカルの音だったりとか楽器の音がね、かなりね、こう、心臓の奥まで来るようなね、そういう音に変わりました。ただね、ちょっと重すぎるというね、方もいるかもしれないので、僕がね、今回作ったね、カオルンチャンネル、オリジナルのね、EQ もね、載せておくのでね、ぜひね、チェックしてみてください。このね、EQ 調整をね、やるとね、とりあえずね、6個ぐらいあった中でね、どれを選んでも最初の音とはね、明らかに変わってくるのでね、ぜひね、皆さんこの EQ 調整使って試してみてください。オーディオに経験者がある方にとってもね、ああ、5000円でこのぐらいだったらね、結構いいかもしれんってね、思ってくれると思います。そしてね、他にも付属機能といたしましてね、このイヤホンについてるね、音声ガイダンス、こちらがね、日本語の音声なんですよ。大体ね、他のイヤホンだとね、英語でアナウンスされることが多いので、あれ何言ってんだって感じでね、わからない時があるんですけれども、このイヤホンに関してはね、日本語でね、案内をしてくれるので、かなりわかりやすいと思います。あとはね、外音取り込む機能、こちらもね、特に違和感なく、皆さんのね、音をね、取り込むことができました。周りの音聞こえにくいとかね、相手の声何言ってるかわからないというのはね、ありませんでした。そして皆さんお待たせいたしました。最初にも話した水をね、使ってね、洗っても大丈夫、こちらね、皆さんと一緒に試していきたいと思います。果たしてね、洗って使えるのか、もし使えなくなったら買った意味がなくなってしまう、皆さんと一緒に検証していきましょう。さあ、ということでね、洗ったんで使っていきましょう。果たしてね、音楽は聴けるのか、ちゃんとね、音質も大丈夫なのか、チェックしていきます。全然問題なかったです。左右10秒ずつ洗ったんですけれども、これ全然問題ないの、かなりいいなと思いました。結構ね、イヤホン使い果たしているとね、イヤーピースの周りにね、耳クソが溜まっていくんですよ。なのでね、イヤーピースだけ洗ったりするんですけれどもね、いちいちね、取り外したりするのが大変だったりとか、イヤホン本体にもね、結構汚れがついてしまうなんてね、こともあったりするので、これに関してはね、めちゃめちゃグッドポイントだと思います。そしてね、通話も全く問題ないです。実際にね、スマートフォンを使ってね、電話をね、友達としてみたんですけれども、友達はね、あれイヤホン使ってるかね、全然わからないというふうにね、言っていたのでね、かなりね、いいかと思います。マイクテスト、こちらが TED-01GS のね、マイクのね、通話の音質になります。テレワークで使えますでしょうか、皆さんどうでしょうか。マイクテスト。あとはね、動画視聴とかゲームプレイ、こちらがね、快適に行えますよというのがあったんですけれども、これに関しては少し止まる時がありました。YouTube 再生をね、していてね、何個かね、動画を再生してみたんですが、時々ね、ビュッとね、いう音が鳴ってね、こう止まりかける、そんな感じがありましたので、ちょっとね、これに関してはね、気になるところかなと思います。ただあるって言っても、動画をね、5分見ていてね、1回とかそういうところなので、ずっとね、見ていてわからないっていうことはないのでね、ストレスをね、そこは感じないですよという方にとってはね、おすすめでございます。ということで、まとめいっていきましょう。はい、ということでね、今回はカオルンチャンネル初のアビオット製品TED-01GS、 こちらを紹介していきました。音質はですね、最初ね、あ、悪くはねえけど、めちゃめちゃいいほどでもないなとね、感じていたんですが、実際にね、アプリを使って EQ 調整をしたらね、うわ、これはね、劇的に変わるなと驚かされました。汚れたらね、シャワーを使ってね、洗うことができたりとか、充電ケーブルはね、タイプ C が採用されていたり、あとはね、アプリにもね、対応していますと。ここら辺はね、5000円なのにね、こんなイヤホンありなのかと思ってしまいました。しかしですね、5000円ということもあってね、見た目がね、かなり安っぽくなっています。あのね、機能をかなり重視したせいで、ちょっとね、見た目をね、コストカットするためにね、しょうがないのかなと思うんですが、私ね、結構見た目気にしてます、重視してますという方にとってはね、まあ少し、見送っていただくというところもあるかもしれません。ただね、このイヤホン、よっぽどね、経験者ですよという方じゃない限りね、かなり大多数の人にね、満足してもらえると思いますのでね、ぜひぜひ皆さんね、下のリンクにね、製品情報を貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。ということで、今回もね、カオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくれた方ね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。
チャンネル登録者1000人をね目標に頑張っていますので、ぜひぜひ皆さんね応援よろしくお願いいたします。それではまた次の香りの動画でお会いしましょう。バイバイ。